やっと見つけたよ、吉住くん。何十年ぶりかな。ボール。その時、君が私のことを初めて意識したのを感じた。私に声をかけられないまま、吉住くんは転校した。育児なし。クジラベーコンお願いします。はい、クジラベーコン委員長ですね。責任感じちゃってさ。それからずっと君のこと探してたんだよ。どうして私があの頃のままかわかる？私が年相応だったら夢壊れちゃうでしょ。気力で永遠に女子高生なの。私、昭和生まれだから精神主義なのよ。それは吉住くんの望んだ日々。実験室の掃除は終わったね。今日は寝る。お腹空いちゃった。本の向こうに私がいる。じゃあね。あの頃はストーカーなんて言葉なかったから、こっそり後をつけてきてもよかったんだよ。後ろにいるの、ちゃんと知ってるんだからね。ねえ、今日うち誰もいないんだ。育児なし。一緒に海来たことなかったね。通学路だったのに。目覚めたら、吉住くんは消えていた。また吉住くんを探さなきゃ。ボール。